10月7日にサイエンス誌で発表された論文によると、中国の月探査機場が5号が、月から持ち帰ったサンプルの分析によって、着地地点で収集された玄武岩は、約20億年前のものだったと報告している。これまで月で採取された中で、最も年代の若い溶岩のサンプルとなる。米国とソ連が月探査任務に成功して以来、52年間の研究を経て、月の地質進化に対する認識が高まりつつある。 しかし、月の火山活動がいつ停止するか、言い換えると、月はいつ地質学的な意味で消滅するかは、まだ未解決のままだ。月はこれまで想定されていた29億年よりも長期間にわたって、遅くても19.6億年前に火山活動が活発であった可能性が示されている。中国地質科学院に所属する北京イオンタンシン中心は、今年7月にサンプルを入手し、元素同位体分析を開始した。 ジョーガ5号は2020年11月24日に打ち上げられ、12月2日には中国として初めて月の土壌などの採取に成功した。